ごめんなさい。今日は無理なの。さっきメールが入ってきて、コンサート班の仕事で委員会室へ行くことになってて。その話らしいわ。担当外なんだからゆっくりしてればいいのに。真面目ね。行きましょう。これでオファーした人たちからも全員返信が来たことになるわね。案の定不参加のお返事だったのは残念だけど、でも鳴沢さんの妹さんから OK をもらえたのは大きな収穫よ。鳴沢さんが話をつけてくれたの？いえ、私は何も。めぐるが自分で決めたみたいです。そうなの？でもありがとう。こちらからもお礼のお返事を出しておくけど、鳴沢さんからも伝えてくれる？わかりました。さて、それじゃあ早速だけど、学内の応募者の審査が終わったから、それぞれ手分けして通知してちょうだい。担当はリストの通りよ。審査を通過したグループ代表者の学年とクラスを書いてるから、その人に審査通過のプリントを渡してね。審査の結果不受理になったグループの代表者には、個別に受理できなかった理由を書いたプリントと説明をお願い。もし揉めるようなら、その場で解決しようとはせずに後日委員会に申し立てるように言って。じゃあ鳴沢さんをサポートしてあげてくれる？わからないことは私に電話して聞いてくれればいいわ。二人で行けば精神的に余裕が生まれるでしょ。ありがとう。どの順で回りましょうか。失礼しました。次は隣のクラスみたいね。内容はガールズバンドで、代表者は朝倉っていう先輩よ。あ、はーい、朝倉は私でーす。無事審査は通過しました。こちらがそのプリントになります。ごめんなさい、本当に申し訳ないんだけど、それ今から辞退することってできますか？プログラムはこれから調整するので問題ありませんが、理由を聞かせていただいてもよろしいですか？ドラムをやってたメンバーの子が抜けちゃって、練習してた曲が演奏できなくなったんだ。
ありがとね。でも、あの子じゃないと意味ないんだ。けど、したがらないと思う。みんな就職や進学でバラバラになる予定だから最後の思い出にって思ったんだけど、うまくいかないね。どうか素敵な潮学フェスにしてね。大きなお腹の音ね。昼休みに全部回ろうとするからよ。放課後でもよかったのに。まだ時間あるわ。音楽室で食べましょう。ごめんなさい。楽譜はなかったの。残念。でも仕方ない。ずっと探してくださったんですよね。ありがとうございます。でもどうしよう。あ、吹奏楽部にお願いすれば楽譜を持ってるかも。吹奏楽部はどうかわかんないけど、隣の控え室にいくつかあるのは見たわ。でもああいうのって貸し出しとか厳しいんじゃないの？そうですね。学校の備品ですし。明日私が買ってくるわ。一番街の楽器屋さんならあると思うから。必要ないわ。楽譜に書き込むこともあるし、私もまた弾きたかったもの。なんだかせっかくの休日に用事を押し付けてしまって気が引けてしまいます。食料品や雑貨を買いに行くついでですので気にしないでください。それならせめて荷物持ちをお手伝いさせてください。私結構体力には自信があるんですよ。明日と明後日は魚を取りに行く予定。あ、そうでした。寮が行けばいい。そうですね。それはとっても素敵な提案です。涼介さんなら力もありますし、お買い物も楽になりますね。明日はソラさんもマリカさんもナツキさんも手伝ってくださいますから。ミサはいないと困る。リオはそこまで重要じゃない。ちょっと勝手に話を進めないで。私は買い物くらい一人で。私たちが納得できない。鳴沢さん、日野くんにお手伝いしてもらったらどうかな？あなたたちはどうしてみんなしてこう。
わかったわ。明日はよろしくね、日野くん。おはよう。ごめんなさい、待たせたかしら。あなたの？そうね、でも清潔感があってあなたにとてもよく似合ってると思うわ。行きましょう。目的の楽器店はこっちよ。どうしたの？行かないの？楽器店に入るのは初めて？
さっきからずっとキョロキョロしてて、明らかに挙動不審なんだもの。それなら目的のものだけ買って早く出ましょうか。今は特に欲しいものがないの。楽譜の棚はこの奥よ。作曲家順に並んでるわ。モーツァルトよ。キラキラ星自体はフランス人のジャン・フィリップ・ラモーが作曲したシャンソンだけどね。どうしたの？少なくとも、俺のし…は、あなたが想像してるような内容じゃないわよ。俺のし…りを…なめ…レクミヒームアルシュ。あなたって本当にモーツァルトにそっくりね。よくわかったわね。酒好きで女好きで下ネタ好きの借金魔。少なくとも六星カノンで耳元でさっきの曲を歌われるくらいには。大丈夫？持ちましょうか？そう。もう少しで私の家よ。頑張って。そんなところに持って行ってどうするのよ。お疲れ様。
待って、冷たいお茶くらい出すから上がっていって。今回は本気。荷物はキッチンの横に置いてもらっていいかしら。はい、これで汗拭いて。このソファーで適当にくつろいでて。コーヒー、紅茶、アップルジュース、麦茶もあるけど何にする？ストレート？それとも何か入れる？レモンとミルクもできるわよ。私、柑橘系の香りが好きで、香水も柑橘系のものを使ってるの。気になるなら消して換気するけど。なんだか変態臭い。女の子の部屋の匂いの感想を言うことが変態っぽいの。あなたに私の匂い嗅がれちゃった。家族以外に食べてもらうのは初めてだから、口に合うといいんだけど。でも休日とか時間があるときに作るくらいで、趣味って呼べるほどのものでもないわ。あ、それは。出かける前に作ったものだから。あなたが買い物に付き合ってくれるのは分かってたから、きっと暑いだろうし休んでもらおうと思って用意しておいたの。おかしいの？
そんなに慌てなくても、まだおかわりならあるわよ。あ、ほら、急ぐからこぼしちゃってるじゃない。私が拭くから。口の端までかけらがついてる。取れてないわ。ほら、じっとしてて。取れたわよ。今度は落ち着いて食べてね。ううん、美味しいって思ってくれたあなたの気持ち、十分伝わってきたもの。嬉しかった。私の作ったものを美味しそうに食べてくれるあなたの姿が嬉しくて、ついじっと見ちゃったの。しょうか。そう、おかわり欲しかったら言ってね。持ってくるわ。
早く週明けになってほしいのに。なってほしくない。やっぱりなってほしい。もう心臓うるさい。